チューニングピンが磨き上がりました。フレンジコードの交換をしています。古いコードこちらにかけらがあるんですけど、これを全部取り外して今新しいコードをつけています。はい、これはネックレスを作っているのではございません。はい、このようにですね、バラバラにしまして、これからセンターピンと言いましてね、このピンのね、全部外して、調整をするところですね。まずはバラすところから始めております。鍵盤のフロントブッシングの張り替えをしています。鍵盤の、ここの部分の赤い、クロスですね、これを、今全部剥がしてあるもの、あと、今貼り始めています。この白いジグで固定してあります。鍵盤の高さの調整をしています。こういう定規でまっすぐなっているか見ていっています。真ん中の鍵盤が少し動いているのを分かりますでしょうか。高い場合にはここのバランスパンチングの下のペーパーを抜きます。ペーパーを入れたり抜いたりして高さを揃えていっています。スプーン掛けをしています。鍵盤を押した時にハンマーが動いてダンパーが上がる仕組みになっているんですけれども、このダンパーがかかるところの調整をしています。こういう工具を使ってこの奥のところを引っ掛けて調整していきます。ここでかかるところがあります。